来シーズン日本球界復帰が期待される田澤純一投手に密着しました。10月26日に行われる NPB ドラフト会議、その中で今年注目されているのが、ご存知の方も多いでしょう、田澤純一投手34歳。社会人エネオスから MLB レッドソックスをはじめ3球団でセットアッパーとして活躍。今年 BC リーグ埼玉武蔵ヒートベアーズと契約し、来季 NPB での活躍が期待される、間違いなく今注目される投手の一人。その練習の様子を見させていただきました。田澤投手のキャッチボールパートナーは日高大成投手、19歳、若手の成長株です。田澤投手といえばその球の速さもさることながら、そのクイックの速さが有名でした。ボールはゆっくりですが、この小さなフォームで腕の動き出し、振り出しがすごく速いのが分かります。ほんの少しのブレに対しても丁寧にアドバイスをされていました。続いて球速と回転数を測定。124の2070。日本ではあまり見られない気がしますが、やはり数字が一番感覚を可視化してくれるため変化が分かりやすいですね。にしてもこのボールの威力です。127の2180。132の2230、2240。マックスじゃない？ですね、マックス。128の2218。こんな風に自らを引き合いに出しながら後輩投手に対して全力で向き合っておられました。いつも田澤投手とやってられてるんですか？そうです。どんなボールが来てましたか？毎球毎球全球同じ球で強いです。あ、なんか徐々に徐々に上げてましたよね。はい、大丈夫です。入れちゃいましょう。あ、本当だ。でもずっとこう受けてて、やっぱりいろいろアドバイスもされてましたけど、毎回毎回指導していくので、最近、まあ、良くなってきてると思って、はい、まあ、継続していきたいと思います。そして実はキャッチボール中こんな光景が見られました。なんと遠くでキャッチボールをしていた末吉投手を気にかけた田澤投手、
非常に後輩たちへの気遣いが印象的でした。だからこういう感じも今の結構好きや。はい、までちょこっとだけお話を伺いました。今もこういう育成パートナーとして、はい、まっすぐ下がらないから、だからこう使ってまずまっすぐ下がるとか、だから真ん中にっておっしゃったんです。あ、そう、今日は真ん中、いつもはあのコーンで真横に立つんですけど、すごいこうアドバイスをいっぱいされてたなと思って、あんま選択肢を知らないなと思って、できる限りのアドバイスをしたいなと。あと最初壁当てされたじゃないですか。そうなんです、お二人キャッチボールの前に全力で壁当てをされていました。あの投げ始めがあんまりこう怖がって投げるところがあって、どこでもいいから、まず強くどこ行ってもいいから強く投げるところからスタートしてキャッチボール入ろうか。なるほど、まあ、僕も怪我したことあるので、怪我とかするとやっぱ投げ始め怖かったりするとか、はい、そういうのもあると思うんです。痛かったらやめた方がいいです、はい、できるんだったらそういうところから始めてもいいんじゃないかなと。払拭しといていきなり投げられるように。そうですね、それでも出ちゃう時は出ちゃうと思う、はい、人がいなければどこ投げてもいいと、その意識づけで。確かになんか単純ですけど、改めてこう気づきを得られたなと思います、見ていて。あ、本当ですか。ありがとうございます。実は公式戦にも密着予定でしたが、雨で流れて伺えず。しかし田澤投手の経験とアドバイスは間違いなく未来の日本野球界の財産となる、そんな気がしました。来週のドラフト会議が楽しみです。ついに発売されましたファミスタ2020、そこに我々アッパレも登場しております。能力がめっちゃ高めで、まさかのプロと戦える設定。ゲームの中ならホームランが打てるぜ。試合が雨で中止の時はぜひファミスタ